クレアサは、現在のベトナム北部を支配した王朝。五代十国諸国に対抗して類似した国号を、称したと考えられている。あと霊長期に編纂された、司書、大越式前書では、建国者の五賢は前五王、五賢の子である、五正九と、五正文の二人は後、五王と称されている。五正文の時期の王号は、南四王。 現在のベトナム北部は、南越国滅亡後に、中華王朝の支配下に置かれ、東大には、公衆に設置された安南都護府の管轄下にあった。東滅亡の前年である906年に、海洋の豪族の極小広氏が政海軍節土氏を、称するが、力の衰えていた塔に、極小広氏を抑える力は残っていなかった。極氏一族は大を本拠として、 節土市を名乗り、行政区画と、租税制度を整備し、戸籍を作成して、公衆を統治した。局長、広氏の孫である、局長備は公領から節土市として認められるが、公衆に近接する、峰南を支配する南関は自国を無視した、局長備の外交政策に不快感を表した。百三十年に南館は、公衆に進行して、局長備を捕虜にし、 甲がデルタ地帯の中心部を占領した。だが、極小日の武将の妖帝芸が夜アイスには、南関の支配は及ばず、931年に、妖帝芸は、南関の占領下に置かれていた、平を奪取した。戦後に、妖帝芸は、南関から節度死の称号を認められるが、937年春に、妖帝芸は、部下の伊サム船に殺害された。 幼邸芸の女性である五賢は、学府の死に対して決起し、安南は反南韓的な政策を取る五賢と、親南韓的な方針を取るイサム高専の二杯に、分かれて対立した。イサム高専は、南韓に援軍を要請し、皇帝、龍の旧男の龍広氏ミサを率いる一万人町の南韓軍が安南に派遣された。938年秋に五軒は、 イサム高専を殺害し、白富士港で難関の艦隊を撃破した。939年春、五賢は、かつての王の都であった、コラオトとして、王を称した。五賢の統治下で安南は一時的に平和を取り戻した。944年に、五賢が病死した後、安南は、多数の土豪が並立する、軍友滑教の時代に入る。944年に、 五県の義兄帝である、陽三歌が王位を奪って、平王を称し、各地で土豪が独立の動きを見せた。九百五十年に、五県の次男の五政文は、将兵の指示を得て、陽三歌を打倒し、五氏の手に王位を取り戻した。五政文はコラから出奔して、南薩港に逃れていた兄の五政九を呼び戻して、共同統治を行い、九百五十四年に、 後マサキューが没すると、後マサフミは単独で統治を行う。しかし、後マサキュー、マサフミ兄弟の支配力は弱く、内部矛盾を抱えた、クレヤサの国力は衰退した。965年に大乱北西部で発生した、反乱の鎮圧中に、後マサフミが戦死すると、その死後に安南は十二人の有力な土豪が互いに、争う十二主君時代に突入する。 966年に、小政さのこの後政さが、平橋によって、呉市君を称した。しかし、五氏の主権は、すでに有名無実化していたため、田野氏君は、小政さの命令に従わなかった。後政さは十二氏君の中の一勢力でしかなく、最終的に田野氏君と同じく超朝建国者の、低無料に屈服した。五権は、 従来の中国支配の象徴である、大に変えて、コラをととしたが、中華的な秩序を完全に否定することはできなかった。五県は、節度市に変えて、王を称したが、五市が南関と交渉した際には、節度市の肩書きを用いたこともあった。新たに朝廷を設置し、文官と武官を置いた。建国の更新に、地方統治を行わせ、 その中には十二子君の一人である、イサム公官や帝武両の父である、帝公朝が含まれていた。また王朝が変わると、管理の服の色を変える中華王朝の慣令に則り、中国からの支配を脱したことを示すために、新たな服の色を定めた。五賢洋三歌五賢の日である陽子の兄弟。陽帝芸の子。五正九五賢の長男。 弟の後、正文と共同統治を行った。後正文五賢の次男、後正沖、後正久の子。ありがとうございます。